はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、 KK でございます。ということで今シーズンも、独投打で頑張っていきたいと思います。前のシーズン、最高1万4000ぐらい、最終2万2000ぐらいでした。もうちょっと頑張ったらいけんじゃんって、最終2万2000だったらもうちょっと頑張ればいけんじゃんってね、思ってる人もいるかもしれませんが、時間が足りませんでした。ということで、その前のシーズンのお話はとりあえず選出を決めてからしたいと思うんで、先発どうしようかな。先発どうしようか。ハリー戦から入る？なんとなくハリー戦から入った方が良さそうな気がしないでもない。いや、ダメだな。ストリンダーから入りたいんだよな、個人的には。入りますか、ストリンダー、ハリー戦で。ストリンダーじゃどうしようもできないのがバンギラスなんで、そのバンギラスは臭い花、臭い花かな。いや、ドヒドイでいきまーすってことで、この3匹で対戦よろしくお願いします。でね、前のシーズン1万4000だ5000とかから2万前後ぐらいのずーっと行き来してて、もうそこの壁がクソ厚くて、で、前のシーズンのなぜね、駆け上がれなかったっていう原因がね、ちょっとシーズン終わってから考えまして、一つありました。まず、その大事な場面で気合玉に頼りすぎ、命中不安定技に頼りすぎ、そして頼った結果外しすぎっていうのが、その1万以台とかで2万以台とかでずーっと発生してまして、どうしよう。これストリンダー捨てのハリー戦出しの全抜きでいこうか。それでいこう。なんで僕ドヒドイデにしたんだろう。臭い花だったら受けれんのになあえて自信が受からないドヒドイデを選択したのがわからない、本当に。まあいいや。それでお疲れってことで、ハリー戦出します。で、なので今シーズンはその気合玉を使わなくても立ち回れるような、パーティー構築にしようかなと思ってます。一応気合玉抜いて、とりあえずエナジーボール入れました。一応候補には上がってたんですよ、そのエナジーボールっていうのが。気合玉にするかエナジーボールにするかって悩んでて、で気合玉がダメだったんでエナジーボールで、あれとかあれの対策、そのトリトドンとかガマゲロゲとかね、あとカバルドンにもそこそこダメージが入るんでいいかなっていうのと、あと大草原で一応あれができるんですよね。あれができる、あれだよあれだよ、あれ地震をのダメージを減らせるんで、一応いいかなっていう。本当はね、大ウォールとか挟むために変化技とか入れようかなって思ったんですけど、まだその使用感っていうのは、エナジーボールの使用感がちょっとまだわかんないんで、その辺はちょっと潜りながら、エナジーボール使ってねえなって思ったら、また違う技に変えるかもしんないし、っていうね、そうやって試行錯誤して今シーズン潜っていきたいんですけど、ここからまた話変わりますが、鎧のことがね、まさか17日だとは思わなくて、どうせ月末だろうと思って、甘い考えていたんですけど、まさかのまさかの、17日配信ということで、やべえなと、まずはエクスパンションパス買ってきまして、で、ガラルヤドランが、毒エスパーということで、ヤドン厳選しなきゃっつって厳選しまして、無事400ぐらい割って、色違いいたしまして、とりあえず今動画出そうかなって感じで今撮影しておりますっていうところかな。そんな感じ400ぐらいでポンと 割ってくれた、すぐ出てきてくれたんでありがてえなって感じなんですけど、
S は勝ってるよね。勝てるかな、ダイストで。研磨一回してるし、落とせねえかな。わかんねえ。裏ドヒドだっけ、なんとかなるっしょ。で、あと、ガラルヤドランに、ドラミドロも復活。で、あと、巨大不思議花。で、もう一匹なんか、その、あれが解禁された後、PV がね、公開された後にまた、新たになんか、すんごいね、よくよう見つけるなって思ったけど、よう見つけんな、これって思った、バレちゃんね。あれ、どっちなんだろうね。鎧の孤島か、冠雪原か、どっちかわかんないけど、まあ、雪の地方で、もろバレルはねえだろうってことで、鎧の孤島へ来るのかな、とは思うんですけど、いろいろ追加されるんだよね。それが今シーズン使えるのか、もしくは7月のシーズンから使えるのかっていうので、それでまた変わってくるんですけど、どうなんだろうね。今シーズンから使えるのかね、どっちか打ちます。ダイホロはまずいな。まあ、黒いキリスレか。黒いキリスレはなんとかなるか。あー、ダイジェットか。あんま関係ない関係ない。で、そのガラルヤドランが来たっていうか、トリックルームが多分使えると思うんで、そのガラルヤドランのトリックルームからのドラミドロ抜きっていう、新しいそのトリルの動きができるっていうのが非常に嬉しいよねっていう。今までやろうにもできなかったトリル展開っていうのがヤドランのおかげで多分できるようになると思うんで、それが嬉しいかな。で、あ、ドラミドロがねいたからヒトムがもう怖くないんだよね。それとやっとヒトムが怖くないっていう、ずーっとヒトムに悩まされてきたシーズン、この剣盾環境でしたが、ドラミドロのおかげでそれがなくなるんですよね。非常にありがたいんですよね。それがネット打つか、打たないと勝てねえか。エアスラ昼見狙ってくるかめんどくせえなー。まあ昼間なんですけどね、どういう環境になるかね。今はなんかリベロエースバーンですんごい荒れてますけど、鎧のことを配信されてからもっと荒れそうなんだよな、いろいろと。まあすごい楽しみなんですけど、うちの独闘術がまたまた強化されちゃうから、いろんな動きや試せるからね。すごい、チャリザードどうだこれ。エアスラ打ってくるよね。積み技は原大子ぐらいだよな。一回統治か挟むわ。積み技って原大子ぐらいだよな。エアスラ打ってきた。オッケーオッケー。だったら、もう攻撃するしかねえか。勝てるかな？昼間なきゃいけるわ。もうひるまなきゃいけるっていう悲しい現実が訪れまして、ひるまなきゃいける。長い長い試合になりますね。やることは決まってるんで、おしゃべりしながらしようか。で、鎧のことをね、いろいろ解禁されたけど、いろいろ情報が、あれだけじゃないと思うんだよね、ポケモン。もっといると思うんだよね。だからその中にまだ毒ポケモンが紛れているという可能性がなきにしもあらず、絶対あるよね。個人的にはペンちゃんが来てほしいかなーって思ったり思わなかったりしてるんですけど、ペンちゃん来ねえかなーって思いながら、ちょマジでひるみすぎ、やめて。マジで勝てないから、そんなことされたら、そんなひるまされたら勝てねえから。マジで王者のしるしリザートンかこいつ。なんでエアスラ当たったら全部ひるむんだよ、やめてくれマジで。本当にひるまなきゃ絶対勝てるんだから、このパターンは。
それかもうエアスラーの PP 消すなくすか。そのためにはひるまないことが大前提なんですけど、頼むってマジで、マジで頼むって。話も大体やったから、あとはもうひるまないことって。ひるむなよ、ひるむなよ、ひるむなよ。 OK、 ありがとうありがとう、ありがとう。お話も全部終わったから、こっからはもうずーっとネバ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 ねちっこくやっていくよ。もうエアスラの PP 増やしてないっしょエアスラの PP を増やしていたら僕は知らない、知らない。ねちっこくいくよ僕は。オラオラどうする。僕はこの繰り返しをしているだけでいいんだよ。ここ回復するべき、いやここはネットを打つべき、ここはネットを打つべき。お、考えた。何、自己再生打つから違う、エアスラ打つんかーいオッケー、ひるまないよ。オッケー、ネットをぶちまけ。いいダメージだ。やけどしないのが嫌なとこだけどね、炎タイプの。そう、ひるまなきゃいけるんだ。ひるまなきゃ。トーチか挟みます。ここエアスラ打たないパターン絶対あるよね、 PP を残すために。あ、打つんだ、ありがとうもうエアスラしか打たないんだ、ありがとう。じゃとりあえず、回復挟みましょうか一旦。そう、ひるまなきゃいける。自己再生いきましょう。オラオラ、エアスラン PP いくつだっけ20とかだっけ。オッケーオッケー、ひるまないね。素晴らスイートですね。最初のひるみの分で全部持ってったか、ひるみ運は。どん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 蓄積されてんな。もううちのドヒドイではひるまない。最初はねちょっとびっくりしてひるんじゃいましたけど、もう慣れてしまえばね、慣れ、もう何回も何回もエアスラッシュ打たれたら慣れる。そんなもんだよ。そんな攻撃はもう慣れちゃいましたよ。ずっとエアスラ打ってんな、ありがてえな。途中技変えてそのエアスラの PP をトーチカの時に温存させてっていうパターンをしてくれないのが超ありがたい。じゃあネット打とっか。エアスラ外さねえな外さないのはすごいな。まあそんな簡単に外さねえか、エアスラって。あとちょっと、あとちょっとなんだけどな。どうしようかな、一回トーチカーさんも僕はね油断しない、油断せずに行こう。僕はどんなね、あと残り HP あと少しだとしても、僕は油断せずにしっかりとトーチカー挟み回復をしていき、どんな状況でもね油断はしちゃいけない。その油断がね隙を生んで敗北への道に繋がっていくんだからね。たった一つのミス、それがダメ、それがね死を招く。じゃあネット行こう本当は自己再生打ちたいけど、もういいよね、もういいよね、もう十分戦ったよね。行っちゃって、ネット行きましょう。対戦ありがとうございました、ネット。ブシャー、対戦ありがとうございました。